はい、皆さんこんにちは。アカデミークラスの時間です。今日もですね、素敵なゲストをお招きしてクリエイティブなお話ししていきたいと思います。はい、それではご紹介いたします。俳優の吉田道博さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと猫のビスタも登場してましたけどちょうど僕より先に出てきちゃったじゃないですか。出てきましたけど、かわいい、ね、猫この距離飛び乗るんですね。そうですね、すごいな。ちょっとよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。吉田さんとはですね、はい、撮影一緒にしたのがもう2年前ですよね。もう2年前ですよね。というまでもうあの時撮影2年ぶりの、まあ、一緒に収録っていう形になります。2年ぶりがこの関係性、関係距離感でっていうのがなかなかしびれますよね。いやいいですね。この2年間いかがでしたか。いやもう本当に舞台、そうですね、無名塾、僕の所属してる無名塾もそうなんですけど、はい、もう地方公演で全国回らせていただいたりとか。あ、そういうこともやったんですか。そうですね、あの所属している無名塾が何でしょう、あの2年に1回全国公演をさせてもらっているので、それで半年かけていろんなところに回らせてもらってました。あ、そうなんだ、はい、ぜひですね、吉田さんにこう舞台、まあ、映画もそうなんですがこう役者とかを目指す上で大事なこととか、はいはい、なんかこう吉田さんがこう、ね、俳優これから目指そうかなとか興味あるなっていう人に向けてですね、ぜひ何かためになることをアドバイスいただきたい。はいはいはい、まあ、でも本当にもっぱら僕は舞台をよくやっているので、はい、本当に映像の現場がそんなにまだ多いのかって言われたらそんなことはないんですけど、もともと無名塾に入ったきっかけみたいなところになってきちゃうんですけど、高校中からよくなんだろう、身内でよくあるじゃないですか。なんか自分で作品作って演出してそれを人前でやるみたいなことが好きで、もともとやっていて、ちょうどなんか高校時代に働いていた洋画のうどん屋さんがあるんですけど、そこに師匠の中田さんがよく、まあ、常連さんとしてよく来られてたんですよね。でそれでなんか交流させていただく中で、はい、そういえば君、将来どうするんだみたいな、大学どうなんだみたいなこと言った時に、ちょうど浪人してたんですよね、その時に。してたから浪人しちゃってるんですよって言ったら、あ、じゃあさ、ダメかもしれないけど今ちょうど新人募集してるとこだから、よかったら来てみ、受けに来てみないか、途中だけど、清水さんの途中だけどっていうことで、いいんですかっていうところから受けさせていただいて、受かってしまったということが入り口だったんですよね。うどん屋さん、うどん屋さんです。もう今ちょうど去年の12月に亡くなってしまったうどん屋さんがあって、そこが始まりだったんですよね。すごいですね。しかも中田さんが直々に、ね、受けてみたらみたいな感じで。そうでした、そうでした。はい、結構なんかここの感じで喋っちゃいますね。なんか全然問題ない問題ない。ここの感じで、このこっち向いて喋っちゃうところが怖いんで大丈夫。全然全然、ね、僕の立ち位置いつもここなんで全然大丈夫です。っていう感じでしたね。だから最初、まあ、早速お芝居をじゃあするっていうことになるんですけど、まあ、言ったら高校生のノリとかでやってたような、まあ、学芸会レベルっていうんですか、はい、そういうお芝居、はい、だったところを本当に厳しくしごいていただきましたね。用意っていうところで稽古始まるんですけど、用意って言ったところで、ちょっと待って、君今その状態で役に入るつもりなんだろうけど、その足の指先とかその新聞を持っているその手つき、それをちゃんと意識してやっていることなのか、あのロートーン言われるんですよ。すごい、あ、ちょっと今意識してなかったです。そんなんじゃプロの役者にはなれない、おこがましいって言ってたんですよね。すごいボコボコに言われて最初はやっぱり、もうすごいどん底から始まった俳優人生でしたね。すごいですね。そんな感じですね。でそういうところから細かくこう、うん、やっぱご指導があったってそうですね、まあ、そういう入り方をしたっていうのもあるので、ことさら厳しく言っていただいたっていうのがありますね。
そのうどん屋でこう中台さんとの出会いの前はそれはなんか映像を撮ってたんですか、それともちょっと自主的な舞台公演、はい、自主的 な, なんか舞台でなんか人前でやるみたいなことをずっとやってたんですよね。なんか大学通いながら、その時は高校生でした。高校生で、高校生、はい、高卒で入ってるんですよね。だから大学行けずに、ああ浪人中だから、ね、そうなんです、そうなんです。高校時代に、でも高校時代にそういう舞台とか演劇をちょっとやってるって結構攻めてる方ですよねそうですね、なんか、ね、結構なんかそういうもともと人前に出るのが好きになったっていうのがなんかもう中学生の話になっちゃうんですけど、日野照正っているじゃないですか、あのジャズトランペッターで、はい、まあ、いて、この前ちょっとワイドショーですごいちょっと話題になってしまった方がいるんですけど、はい、その方の、プロジェクトで須田役がなんか、はい、ひと夏を使ってなんか学生たちに、はい、指導をして、その成果発表を世田谷パブリックシアターでキャロットタワーの三軒茶屋でやるっていうのがあって、それに参加してた時にめちゃめちゃ楽しかったんですよね。人前出てなんかいろいろ発表して演奏して、でその日野さんって方がめちゃめちゃ面白いからお客さんを沸かせるしみたいなところで、ああ楽しい、もう人前出るって楽しいなっていう、ちょっと生実家生意気な思いを感じちゃったもんだからっていうところでしたね。でそこでこう楽しさを感じちゃうとやっぱこれをやり続けたいなって思いますよね。思っちゃいましたね。それでこういうことになっちゃいましたね。あ、すごいじゃないですか。でもそれがねきっかけで、そのうどん屋さんでバイトしてたもん、それたまたまですか。たまたまなんですよ。たまたま、もういやまさか無名塾が近いからあそこで働いてれば何か中台さんがいらっしゃるかもしれないとか思えなかったですからね。たまたまそこで働いていて、たまたまそこの常連さんでっていう、いやめちゃめちゃ奇跡っていうか運命的な感じがするんですよね。なんか吉田さんはあの声の張りがねすごくこう通りなんですかね、はいはいはい、声がすごい、やっぱりこれはやっぱ無名塾で鍛えたからですか。いやいや、わかんないですよ。もう今となっては全然わかんないですけど。いやもう完全俳優声じゃないですか。いやそれ良くなくないですか、逆に。なんかいやいいでしょ、なんかいいでしょ日常的な言葉にな、はい、こう音なのかなっていう感じです。自分ではもう普通に喋ってるんですけど、なんかいや、でもね、いいのかなって、やっぱ鍛えてるからなのかな、その、はい、生まれてすぐこんななんか通る声じゃないでしょいやいや、どうなんだろう、でもやっぱ高校とか中学の友達に会うと、いやめちゃめちゃ声低くなったねって言われますね。あ、言われる、言われますね。へっていうのも本当に、なんだろう、無名塾入ってやることってとあのちゃんとしたカリキュラムがあるっていうわけではないですよね。なんか他の演劇学校だったり、うん、そういうところで養成所さんでやるのとも違くて、うんうん、もういかに、まあ、稽古場を与えてる、でこれをこれをやって、うん、この課題をやんなさいって与えられる、うん、それを週2回、まあ、先輩と長谷さんが、稽古をつけてくださるっていうことでやっているので、その空いた時間はもう自分で何をするかっていうのは自分で決めなきゃいけないし、うん、考えなきゃいけないですよね、うん、っていうことでまずやったのが、僕はとりあえずちょっと喉潰そうと思って、自分で潰したなんか嫌だなと思って、なんか声が、自分の声が初めて、なんか稽古、自分稽古してる姿をちょっとなんか携帯とかで撮ってみたりしたんですよ。そしたらなんか自分の声がなんか、ね、なんかありません、ね、なんか、ね、いや僕はそうだよだ僕がね声がねえ、そうなんかワイワイワイってこうしてるやつ、してないです、ワイワイワイじゃないですけど、ワイワイっていう声してるから、はい、嫌ですよね自分の声って。自分の声ってなんか、そう録画して聞いちゃうとね、はい、骨伝導で聞いてる声と違うんですよね、やっぱり。いやーそれが、こんな声みたいな。でもいい声ですけどね、素敵な声ですけど、ね。いや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 、ワイワイ、それがおかしいですよ。擬音がおかしいですよそれ。ワイワイ、いつもそんな声してるよ。それ猫、それ猫猫の声でそんな感じでしょうけど。なんで本当に潰させてもらったっていうか自分で、でもなんかガラガラ声とか ないザラザラ声とかにならずにいい感じでね。いやそうなんですかね。いやでも当時未だに自分の携帯に当時録音してた音とか入ってるんですけど、うん、やっぱガラガラです。ガラガラ、めちゃめちゃガラガラで、こんな声にして何が良かったんだよってちょっと思いますね今となっては。よくそこにここに戻ってきたなって。あ、ね、あそういうことだ、はい、
今なんかこの声もなかなかやっぱ聞くに耐えないのがありますよね。え、いや、いいんじゃないですか。自分の出た映像とかやっぱなかなか見られないです、特に喋ってるのとかは。いやいやいや、もう今流行りのイケボでしょイケボですよ、ね、イケボっていうのがありますよね。なんかツイキャスとか YouTube ライブとかでやってますけど、まあ、だからあれですよ、うん、今ねこのクラハラアカデミーって今このチャンネルで、はいはいはい、いろんな俳優さんもそうだし、クリエイティブな活動してる人たちをどんどんこう YouTube で盛り上げていくっていうのもこう今後押しをしているところで、YouTube やってます？やってない。個人チャンネルってことですよね。そう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 、ないですないですないです。やったらいかがですか？それこそ勝手にやっていいのかっていうところがありますけどね。あ、でも言えばいいのか。どうだろうね、そこはちょっと吉田さんの身の回り次第ですけど、はい、まあそうですね、でも自分で解説して自分で投稿する分にはダメってことはないんじゃないですか。確かにそうですね、うん、で例えば声がすごい魅力的であれば、うん、もうなんか詩の朗読とかなんかこうね、はいはいはい、本の朗読でもいいし、はい、何かこう、そうそう、声で、うん、そうですね、なるほど、いいですか。もうね、このイケボだったらもう女性ファンめっちゃ増えますよ。いやもうね、本当にいやこうやって言っていただいて、あ、自分って声が、まあ、そんなに、まあ、分かんないですよ、特徴がある、まあ、ところなのかなっていうのもやっぱこう言われて分かってしまうあたりがやっぱまだ遅れてるんですよね。なんか自分でそういうところ気づいていきたいですよね。あ、そういう、なるほどね。じゃあ何が、確かにね、はい、俳優としてじゃあやっているけど、その自分の武器というか、はい、これだったら負けないぞっていう何か、はいはいはい、いいじゃないですか。全然声優とかも やったらいいんじゃないですか、まあ、もちろん簡単じゃないですけど、まあ、確かにやってみてはやってみそう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 、まあ、したいです。やっぱり、チャレンジというか、だからなんか声優のオーディションとかあったら全然、ね、キャリアもなくてもちょっとそういう声優の仕事のオーディションにやってみるとか、はいはい、確かに最近やっぱありましたね、やっぱオーディションの案件とかで。とりあえずなんか、やっぱコロナ禍でやっぱり会えないから、あ、自宅で撮ってください、宅録したやつを送ってくださいっていうのが結構ありましたけど、全滅でしたね、それは。あ、そうなんだ。難しいですよね、やっぱ、まあ、でもそういうのもね、声で仕事があるっていうのもね、今アニメとかもそうだし、スマホゲームの声とか、はいはいはい、結構やっぱ声の需要って今増えてるから、はあはあ、全然ありじゃないですか。そうですね、まあ、そうなんですよね。多分こういう時にやっぱなんだかんだで理由つけてチャレンジしないっていうのが一番なんか何も生まないっていうか、ね、確かにね、うん、それはやっぱやっていきたいですよね、やっぱ一つの目標というか。そうそうそう、うんうん、例えばそういう本の朗読でもいいし、何かこう声をね、声をずっと、うん、なんか分かるような動画をずっとアップしていって、それが一定のファン数とか獲得していくと、今度はまた声優のオーディションとかするときに、じゃあ自分は今声で YouTube でこういう発信して、ファンが今これぐらいいますっていうのも、今度は逆に、そうですね、自分からプレゼンできるというか。そうそうそう、なのでこういうことをやってる人ってなると、あ、なんかもうすでに声で一定のファンを持ってるんだってなると、今度はまたそこで有利になります。そうですね、まあ、確かにどんどん活躍の場を広げていかないことにはっていう。そうそう、で朗読してれば自然とね鍛えられると思う。そうですね、うん、家にいながらにして。そうですね、確かに確かに、うん、家にいながらできる、こうなんですかね、吉田さん発信でできることになったら、確かに確かに、声とかね。そうですね、いやコロナ中本当にいろんな逆に選択肢がありすぎてみたいなところって、まあ、ある、はい、あった人もいたと思うんですけど、逆になんかもうなんか定型文のようにこの時間があるんだから何を学ぶ何を学ぶみたいなこと、なんか学ばなきゃいけないハラスメントみたいな、発信しなきゃいけないハラスメントみたいなのちょっとあったりして。そうなんだ。あ、じゃあ何できるかなっていうことをいろいろ考えてたところで、そうですね、ちょっと、ま、全然違う話。あ、いいですよ、全然全然、まあ、乗馬のなんか乗馬、ちょっとこのコロナ中に乗馬を修行させてもらう機会があってりまして、それでずっともうつい最近までずっと馬に乗ってましたね。マジですか。そうなんです。もう馬ね、僕も体験とかで乗ったことあるけど、はい、それ以外乗ったことそんなになくて、いや本当はね学びたいんですよ。でもあるんですか、乗ったこと。ありますよ、体験で。本当にちょっとこう、でも危ないですよね、あれ本当に。なんかタイミングこう、いや本当そうですよ ね、あの揺れが合わなかったら本当にこう、はい、押し上げられてこう落ちそうに、うわ、そうなんですよね。なんか結構危なかった。南蛮方向というか、こうやって右足と前足後ろ足が同時に動いてたら
なんかブレはしないらしいんですけど、乗ってても交互に動いてるから背骨がうねうねして、それになんか弾かれそうになるんですよね。なんかだからもう本当に、いや本当に生き物に乗ってるなって感じが、ね、でかいですよね。でかいです。まずでかいし、でかいし暑いし、すぐ汗かくな、多いっていう馬。そう、ね、馬はね、あの写真とかテレビで今まで見てた以上に実物見るとね、はい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 、でかいなってなりますよね。そうなんですよね。でなんか意外とやっぱ感情というか、そういうのが意外と見えてくる動物なので、あ、怒ってんなとか、なんかそういうのありますよね。え、馬に乗ったらもうあれですか、走ったりもできるんですか？馬に乗って走りましたね。走って、もう駆け足、もう初日に駆け足にさせられましたね。普通はなんか、すごい、なんか授業のこと、馬だとなんか一鞍二鞍っていうなんか鞍でなんか、まあ、数えるらしいんですけど、はいはい、もう一鞍目からまず、じゃあちょっと乗ってみて、歩いてみて、じゃちょっと早足、あ、じゃあ行けちゃう、もう走っちゃうっつって、もうパン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 って馬を追い立てて、もう大丈夫ですかっていう状態に持っていかれましたね。めっちゃスパルタじゃないですか。でも体でもう覚えさせるというか、なんか普通はなんかあれなんですよね、なんか歩くのを100クラぐらいやってから、じゃあちょっと走ってみましょうかっていうのが普通らしいんですけど、そこはもう別に学校ってわけではなかったので、じゃあ俳優が乗ってるし撮影で使うだろうから、もう走らせちゃうよっていう感じでやってましたね。もうじゃああれですか、馬は一通りもう、いやー本当にそうですね、もうたくさん乗らせていただいたんで、そうであったと言いたいです。もうなんならこれはもう普通にプロフィールにも特技乗馬趣味乗馬って書きたいです、書かせてもらっていいですかっていう感じです。本当にすごいいいですね。でしたね。だからそうなんです、今話聞いたようにそういう宅録でなんかそういう種、はい、自分で発信できる場を作るっていうのは今本当に興味があって、もうやっていこうかなって思っています。ちょっと馬に乗ってる様子とかはなんか動画とか撮ってます。あ、撮った。撮ってます。確かにジャンさんとかに、ね、送ってますけど、多分ここで話す話じゃなかったのかもしれない。ああ、そうなんだ。後ほど趣味についてっていうのがあるから。別の動画でじゃあ。そうなんです。別の動画で。はい。ぜひぜひそちらで。はい。もう乗り始めた頃のばっかりのガタガタの動画しか撮ってないんですけどね。はい、アカデミークラスいかがでしたでしょうか。今日はですね、俳優の吉田道博さんをお招きして、たくさんの貴重なお話をお聞きしました。今現在清志倉原アカデミーではオンラインサロンを開設いたしました。こちらではクリエイティブな活動、 YouTube などをですね、みんなで一緒にやっていこうという、オンラインのコミュニティになっております。YouTube やもちろん、皆さんのですね、アーティスト活動、クリエイティブな活動、いろんなことをやってみたいな、一緒にチャレンジして成長していきたいなという方、ぜひ、オンラインサロンにご参加ください。詳しい、内容はですね、動画の概要欄などに、アカデミーオンラインサロンのですね、紹介ページがありますので、ぜひそちらアクセスしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。